おはようございます。成城学園前の駅に来ております。アトリエ大級通信6回目。成城学園前の駅から、アトリエ大級芸術までの道のりをご案内しようと思います。駅は中央口と、西口の改札があります。で、こちら側が、中央口、にやかな方です。で、中央口で降りていただきまして、右へ行くのが南口、それから左からも行けます。左からが北口で、まずは僕の方で南口をご案内しようと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴーはい、まずですね、改札を出て右側に行きますと、右手にスターバックスコーヒーがあります。それから左手には交番があります。あ、ちょっと雨が降ってきましたね。で、交番があります。それから正面に、三井住友銀行がございますが、この銀行が6月で、閉店ということで、移転ということで、三井住友銀行はちょっと目印に今後ならないかもしれません。それから左側、ちょっと斜め左側にケンタッキーが交差点のところにあります。このケンタッキーを目印にしていただけたらいいんじゃないでしょうか。あ、そうですね、もう交番の横には上島コーヒーというコーヒー屋さんもございます。はい、じゃあケンタッキーの方へ向かいます。この交差点を、こっちですねこっちで、ここの通りにも、いろいろとお店があります。ですね、まずは、何がフラワーレイさんっていう小さなお花屋さんもあります。それから、ちょっと昔ながらの文具屋さん、藤安文具ですか、藤安文具さん、ちょっと懐かしい感じの文房具屋さんですねそれから、牛丼のすき家、あとオリンピックというスーパーが右手にあります。で、左手に松本清があります。松本清の隣に松屋ですね。ここは意外と僕がよく行くところですで、松屋の隣、ここがちょっと小さなお店がいろいろありますね。ここちょっと、なんていうとこですかね、着物屋さんとかあったり、お茶屋さんとかあったり、あと餃子屋さんもなんか定食食べられるみたいです。ここちょっとおすすめですかね。あと右手側に、カレー屋さん、インドレストランコルタカ、ここもたまに行きますね。それから、定食小島、ここはねお昼定食ちょっとおすすめです。いろいろな種類があります。結構大盛りです。はい、交差点に突き当たりましたら、保険の窓口見えてきますね。ここを今度左へ折れます。あ、道路渡りましょうかね。ちょっとはい、保険の窓口の隣が、今度はですね、自転車白縄モーターズ、車の整備工場が、小さな車の整備工場ですね。で、そのままずっと行っていただきますと、はい、ちょっと見えてきました。看板、うちの看板ですね。うまいコーヒーとアートの店、ここを右へ入ります。両サイドが駐輪場になっておりますので、ここを
入っていただきます。そうしますと、はい、小田急線が見えますね。それから うちの建物がアトリエ大宮芸術が、2階建ての白い、一軒家風の建物が見えてきます。あそこがアトリエ大宮芸術。まあ、歩いてだいたい本当 2,3 分ですね。駅からすぐです。ここから結構小田急線が見えますね。電車スポット。あ、もうすぐですね。ちょっと白い壁なので何もちょっと書いてないんですけども、はい、到着ですかね。はい、ただいま、2階のカフェでも展示をやっております。はい、ここがアトリエ大宮芸術です。それではこんな感じで、またねー。